邪魔ですかって言おうと思ったけど。あ、うまい。うまい。え、うまい。いろいろ説明されてても全然覚えてない。うん。バルサミコのソースと、なんとかかんとかの、なんとかかんとか。うん。花びらも入ってる。うん。食べれるでしょ。持ってきてみたいな。うん。ね。おいしい。歩いてこれる距離にこんな店があるなんて、ね、いいね、マジで、うん、いやでもほんとちょうどいいかもね。なんかこれ夏になると暑いじゃん、外って。うん、そうそう、だからちょうどいい、ほんとに。上で風強かったら大変だぜ。いや確かに心地よいぐらい、うん、ね、うん、うまうま、うん、あー、うん、美味しい。りんごちゃんだ、うん、うまうまだよね。おお、ボリューミーだなこれね。そう、結構それこそあれだな、あの子供生まれた時の命名のやつはお母さんから書いてもらった。ああ、こうぐらい考えたか。そんな考えない。お父さんってどうやって考えた？だからその隣の世話教おばさんが、うん、あの子供の名前つけた時はの私も子だからってこの本やから本もらったんだ。そう、本2冊だから。でそれ見て引き手は何画だからどうでらこうでら、響きがどうでらこうでら。でもだって画数ちゃんとしてるじゃん。うん、そうそうそう、それならみんな本を汚されて見せられて、うん、お父さん考えたな、どう全部、うん、名前も、うん、漢字も、うん、全部一人で、うん、そのバッグからのどうって汚されて、やあんた子供できたらな、名前はの大切だからって、ね、え、お母さんは考えなかったな。考えない。なお父さんお任せ。しゅんさんも考えてみてって2、3回ぐらい あのチャンスを与えらんけど、15分で15分ぐらいでの、あの諦めなきゃ。まず最初から俺考えられるかなっていうとか始まって、でちょっとこうあのチラッと様子見るとあの違う動きわかんねえって言って無理だって言って何？だけど、ものすごくなんか忙しくて、あれもこれもってしてて、あの生まれてから1週間だけかな、しっかりと受けねばねって、そのギリギリ最後の日で、あそれまで七種のゴンベイ君だった。いやなんか、や結局、やその画数を合わせるっていうのがすごい大変で、組み合わせ何個とか考えたじゃん。こうなんか現状響きがいいもの、うん、画数がいいもの、全然違う名前のがあって、響きがいい方を取ると画数がそんなに最高じゃねえな、いや悪くはねえけど、でもなんか響きを取りてくなるよっていう、結局ほらあのまあ結局というか、それのまあ妥協の産物というと、あのちょっと手に当てないけども、吉見だってその泉って書いて見て読ませるって、まあ、読むからだけどな、うんうん、だけ画数と音と、いやでもなんかいろんなその響き、結構こっちがいいなっていう方の、うん、いろんな組み合わせしても、うんうんうん、何もどれも一番いい画数にはなんねかったのよ。でその中では、うん、まだいい方だなっていうのを最終候補に挙げたんけど、うんうん、なんかそれがちょっと私は悔しいやんけど、うん、でその画数ぴったりいい画数で全然違う響きの方も、まあ、いいっちゃいいけど、一番こうインスピレーション的に来るのはこっちじゃないかみたいな、そう、まあまあ女の子は嫁さんいっぱいって言えば、まあ男だって名字選んでもいいわけだけども、あの結局変わるからなみたいな、まあ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 でもなんか結構友達も男の子だと、うん、なんかしっかり考えてあげねみたいな子供言ってたけど、うん、でもなんか名前
女の子だとしても名前だけでめっちゃいい画数だったらいいって言うじゃん。そうだからあのうちの兄弟もみんないい名前だけでいい画数になってるから ありがたいなって思った。頑張ったんだな、お父さん。いやそれは頑張りましたね、簡単に。うん、すごい。おばさんからプレッシャーがすごいわけや。考えたか。なんでそんな隣の関係ねえおばちゃん。どっちだな、男だな、女の子だな。いや、なんか男の子だようです。じゃあちゃんと知らないといけないんだよ。おばちゃんのプレッシャー。でもの、シュンはあんまりそんな画数とか考えてねかったからの。あ、俺はね。あのお父さん、お母さん。うん、なんでや。占い見てたもんでんの、うんうんうん、あのそれを気にすれば気になるけども知らなければ気にしなければ全然その、うん、まあ、あれ占い師に言わせるとだからあの縁起が悪いんですよだって言われたりしても後の祭りじゃんだから気がねば考えねばだってそういうのがきっかけかどうかは分かんないけども運気が良くなったりとか運気が悪くなったりとか普通にあるわけだから、うんうんうん、それでだからっていうかまあでも気になんねえの気にすんねえだからそれこそそんないや自分の名前の画数なんていや結婚するってなって名前変わるってなって初めて一回調べてみっかなっていや調べてみたみたいなところはあるからいや大満足だね。よかったこれでね。うん。大満足。いいだし。